ギュポギュポっていうのもなくて、お水はとにかく欲しがって飲んでましたけど、ええ、あの少しずつ。下きれいに拭いたら顕微鏡の上に乗っといてライトつけてるから、はい、あの生殖の方がね。そうか、ご飯細そうな感じは全然ない。なんか匂い嗅ぐだけで、いつもと違うなって顔してますね。そう、そんな感じです。そんな感じ。じゃあ反対に行ったら昨日レンジでチンしてみました。やりました。ダメでした。よく食べたね。じゃあ反対に行ったら 18g。 今朝お湯でふやかしたんですけど、ああ、はい、私はもう食べない。ふやかしたの割と好きなの。いや、わかんないけど、あのやってみたんですけど、ね、最初そのまま揚げて、で全然興味ないから、ふやかしてみたんですけど。そうか。もう震えてるの。怖い。怖いんだよね。ごめんね。怖い。ちょっと見して。これなんか、煮干しとかふりかけ状態にしてかけてもいいですか。煮干しね。大好き。大好き。大好き。そうですね。いいですよ。あの例えば 10% 以下だったら、はい、多分匂いがちょっとそういうのがつくだけでもだいぶ違うかなとは思うんですけど、いや、水分があるとね、食べにくくなっちゃうんですよね。そっか。そこかもしれないんですよ。分かりました。ただ単に嫌っていうだけじゃなくて、そうただまあ、とりあえずうんちは止まって吐きはないってことはまあいいことですね、はい、で昨日18食べてるからさ、はい、でちょっとあのまあまたちょっと預からさせてください、はい、で点滴、はい、で点滴もねちょっと皮下点滴じゃなくて両方やります。血管からもちょっとやるから、はい、毛からさせてもらいますね。はい、わかりました。それでちょっとご飯ちょっとしてから置いて食べるか食べないかで、もし、はい、食べないんだったらちょっと流動食にして栄養補給します。はい、わかりました。お腹置いてくれるのかな。ごめんね。はい、じゃあ終わりましょう。はい、じゃあ夕方何時ぐらいがご都合いいですか。多分6時ぐらいに来れると思います。はい、じゃあ6時ぐらいで、はい、お願いします。これまた預けていい。はい、いいですよ。はい、ですよ。お預かりいただきます。